日本東京都中央区銀座銀座は東京都中央区の地名で旧京橋区の地域にある現行行政地名は銀座1丁目から銀座8丁目郵便番号は104-0061地域ブランドなどとしても知られている日本有数の繁華街であり抗議における下町でもある東京を代表する高級商業地として 日本国外においても戦前より、富士山、芸者、三木本、赤坂などと共に知られる。銀座四丁目交差点を中心として、海外のハイブランドの機関店や高級クラブ、高級バー、高級時計専門店などが集中している。銀座の名は一種のブランドになっており、全国各地の商店街には、銀座と呼ばれるところがそこかしこに見受けられる。ただし近年は、 ファストファッションやドラッグストアなど、大衆的な店舗も増えている。ハイブランドのアパレルだけでなく、マクドナルドやスターバックス、H&M、アップルストアなどの日本一号店が銀座に置かれ、長年銀座を通して、欧米文化が発信されてきた歴史を持つ。銀座の地名の由来は、江戸時代に設立された銀貨幣の鋳造所にある。駿府に置かれていた幕府の銀座が、 1612年に江戸に移されて以来、これが地名として定着した。また、中央通りと晴海通りが交差する銀座四丁目交差点付近は商業地として日本一地価の高い場所としても知られている。同交差点に位置する銀座和光は銀座のランドマーク的存在になっている。また、 有楽町と隣接しており、有楽町駅や日比谷駅から徒歩圏内である。中央通りの歩行者天国オリンピック外線パレード、巨人軍優勝パレード、東京都中央区の西部に位置し、西を、千代田区、南を港区に接する。北側より、銀座一丁目から銀座八丁目まで存在する。また、 江戸城外堀を埋め立てた東京高速道路の1.2階部分は商店街となっているが行政区画が未確定な部分もあり俗に銀座9丁目銀座西丁目地先などと呼ばれるこうした事情から銀座は4丁目と5丁目を除き一番地が存在しないこうした見せり区域があることを利用し銀座8丁目と新橋の間には 銀座9丁目を示す銀座9と呼ばれる商業施設が3棟あり、2号館には銀座9丁目というおでん屋が入居している。街路に関しては、仙台、秋田、藍津若松、駿府、名古屋、大阪、広島など多くの近世城下町の町人地と同じく直行街路を基本としており、これは近隣の日本橋、京橋地区と同様である。しかし、 大阪の船場や名古屋の西木周辺、あるいは京都の市場室町周辺などと異なり、外区は正方形ではなく細長い短冊型となっている。これは京都の内豊臣秀吉による都市改造を受けた地域や大阪の平野町や天馬周辺、松山などと共通する。また、街路網は北東から南西に向かう。 中央通りを中軸として設計されており、大阪、京都、名古屋、札幌のように、東西南北の方位を基準とした構造を有していないばかりか、銀座における中央通りの軸線は、京橋、日本橋、神田における軸線と異なる方向を向いている。これは、徳川家康による当初の都市計画の際、江戸前島以来の備高地の尾ね沿いに地形に沿った、 主軸線として通り長筋を設定し、そこから両側に向かう道路を設けることにより、効率的な排水の便を図ったものと言われる。近代になってからの都市計画に基づきさらに整備が加えられている。関東大震災後、後藤新平による震災復興の都市計画における目玉として、中央通りの東側に新たな北東南西軸として昭和通りが、 設けられた。また、月屋橋から銀座4丁目交差点、歌舞伎座前を経て勝時橋方面へ至る、北西南東方向の主要な直行街路として、晴海通りが大通りとして整備され、銀座外区の西側には、外堀通りが整備された。このような整備にもかかわらず、銀座内部の街路は昔ながらのものであり、通りから通りへと抜ける路地が多く点在し銀座らしい。 空間を醸し出している。地域の郵便番号は104-0061で統一されている。南東側を現在の首都高速都心環状線、その他を東京高速道路にぐるりと囲まれた地域である。かつては東を30軒堀川、西を江戸城外堀、南を汐止川、北を京橋川に囲まれた人口の島であった。 昭和通りの南東に位置する地域は、かつて、小引町と呼ばれる地域だったが、30軒堀川の埋め立てにより、銀座と地続きとなったことから、銀座東と改名し、1960年代後半に、銀座西と共に、銀座に統合された。首都高速と新環状線を挟んだ地域も含めて、東銀座駅を最寄りとする一帯は、一般的に、東銀座と呼ばれている。 一方、月屋橋を中心とする地域はかつて、銀座西という町名だったが、地下鉄丸の内線の西銀座駅があったことなどから、町名が銀座となった今でも西銀座の名を冠した、施設も散在する。区域、町名の変遷区画整理実施前後の、町名町域対象地図隣接する、地区住宅地の地下は、2019年1月1日の工事地下によれば、 銀座4の5の6の地点で5720万円平方メートルとなっている。江戸時代以前、現在の丸の内から日比谷にかけては、日比谷入りへと呼ばれ海になっており、その東には、隅田川の運んできた砂によって、江戸前島というサスが形成されていた。その先端が、現在の銀座にあたる。1600年、徳川家康が、 関ヶ原の戦いに勝利し、1603年に江戸幕府を樹立すると、第1回目の天下武進が行われ、日比谷入りへの埋め立てと京橋地区の整備が進められた。1604年には東海道が整備されたが、銀座の都市基盤の整備は1612年の第2回目の天下武進まで待つことになる。整備は京馬十県とした東海道を中心に、 グリッド状に設計され、それぞれの外区の中央には、会所地が設けられた。町割りは、銀座五金改役で家康の側近でもあった、後藤昭三郎を中心に行われた。超人地として整備が行われた銀座には、1612年に、寸府にあった銀座役所が移転し、銀貨の鋳造が行われた。当時、通り調京バスより、 1> 南1丁目から四丁目までを配慮して、新両街町と小子銀座人らが住居を構え、新両街町に丁目東側南角に、常瀬役所。この北隣に、銀座役所が設けられた。常瀬役所は、現在の第一三共ビル付近。銀座役所は、現在のティファニー銀座ビルの位置に相当する。ビルの前には、銀座発祥の地の石碑がある。 1715年には、大番座の後藤屋敷が一丁目に移転してきた。これらの場所は、現在の銀座一丁目から四丁目にあたる。銀を特権的に扱う銀座は相当な利益があり、銀座役人の不正事件が多発したことから、銀座そのものは1800年に、柿柄町に移転させられるが、呼び名としての銀座は、当地の通称としてそのまま残った。 現在の五丁目から八丁目は、尾張町、竹川町、出雲町と呼ばれていた。現在の銀座七丁目付近には手座が設けられた。また、徳川家康に親しまれ、幕府の指揮学となった能の四座のうち三座も銀座に置かれた。この他にも、槍や鍋といったものを供給する職人たちが多く意を構えた。1657年。 明暦の大火により江戸は大半を消失し、銀座も大きな被害を出した。これを機に、江戸の大規模な都市改造が試みられ、銀座でも30軒堀川沿いの貸しの増設や、道路の新設による外区再編などが行われた。江戸時代の銀座は、御用田市町人地として発展したものの、職人の町としての側面が強かった。江戸研究家の三田村縁魚も、 京橋や日本橋よりも街の賑わいは劣っていたと、辞書銀座内で語っている。銀座レンガ街のミニチュア1880年代の銀座銀座に天気が訪れたのは、明治維新後の1869年と1872年に起こった二度の大化だった。特に、1872年の銀座大化は、和田総門内の兵部省天手に屋敷から出荷し、 銀座一円が消失するという大規模なものであった。そこで、東京府知事、より君政の主導により、大規模な区画整理と、トーマス・ウォートルス設計によるジョージアン様式の銀座レンガ街の建設が行われた。この政策は、火事の多かった東京を不燃都市化すること、また同年秋に開業予定だった横浜、東京間を結ぶ鉄道の終点、新橋駅と、 当時の東日本経済の中心地であった日本橋の間に位置する銀座を文明開化の象徴的な街にしたいとの思惑があったとされるロンドンのリージェントストリートに倣って街路樹やガス塔、アーケードなどが作られた連絡街はまず1873年銀座通り沿いに完成し1877年に全外区の建設が完了したしかし その一方で、住民たちは、自らの住所に帰ることができなかった。レンガ街の整理後も、レンガ家屋の払い下げ価格が高価な上に支払い、条件が厳しく、多くの住民たちは、銀座を後にせざるを得なかった。代わりに、他の地区で成功を収め、レンガ街に進出してきた商人たちが、銀座の表通りで商売を始めた。現在、銀座の老舗とされている。 店の多くは、それ以降に進出してきた店である。こうして新しく出発した銀座には二つの特色があった。まず、実用品の小売りを中心とした街であったこと。そして、京橋区という下町にありながら、顧客は主に山の手に住む家族や財閥といった特権階級や中産階級、ホワイトカラーの人々だったということである。 当時の下町の人々の盛り場は古くから栄えた浅草、上野だった。一方、明治維新後に東京へ出てきた人々は同じく明治に入って急速な発展を遂げた銀座に集うようになり、こうした地方出身者と中産階級の増加に伴って銀座も発展をしていった。1920年頃の銀座関東。 大震災直後の銀座通り震災復興中の西銀座。新橋駅より1933年の銀座通り、銀座通りで日中戦争勃発による北市中東軍の将兵に当てた千人張りの依頼1923年9月1日に発生した関東大震災で銀座は町の大半を消失し壊滅的な被害を受けた。国の援助を受けて 東京市は大規模な帝都復興計画を実施し、都市機能の拡充を行った。銀座でも、レンガ家屋のほとんどの取り壊し、昭和通りの整備、晴海通りや外堀通りの拡幅が行われたものの、外区の整備に手をつけられることはなく、1872年の区画整理時の街並みが残された。なお、戸越の商店街は、震災後の排水処理に困っていたため、 銀座から撤去されたレンガをもらい受けて、排水処理に利用した。この由来から、戸越銀座と名乗るようになって、全国初の銀座となった。その後、銀座の繁栄にあやかって、全国各地に銀座と名付けられた商店街が数多く形成されていくようになった。震災後は、東京駅の開業に伴う丸の内の発展や、東京市電の整備などにより、 百貨店や劇場、喫茶店などが次々と登場し、震災恐慌や金融恐慌などで日本中が不景気に見舞われる中でも発展を続けていく。昭和初期にはアールデコの影響を受けたモダンボーイやモダンガールと呼ばれる人々が街をカッし散策する銀、ブラが全盛を極める。しかし日本が戦争へ介入するに伴って銀座も その影響を受けるようになる。選挙区の悪化に伴い1940年に贅沢品の製造販売禁止令や電力制限による広告灯、ネオンサインの消滅。1944年には警視庁によって劇場、料理店、待合芸ーギア、バー、酒屋が閉鎖され銀座は大打撃を受けた。その一方で軍隊の更新や 贅沢をいさめる運動なども、街頭で行われた。第二次世界大戦末期の1945年1月27日に、銀座は初めて苦衆を受けた数の死者、重症者を出した。爆弾は、対面国民学校にも直撃し、教員4人が死亡、2人が重軽傷を負った。その後も3月10日、4月28日、5月25日の、 空襲で銀座は7.8丁目と6丁目の一部を除いて壊滅的な被害を受けることとなる。1960年頃の銀座銀座富士越ビルの屋上に設置されていた森永ミルクキャラメルの地球儀型ネオン広告等第二次世界大戦が終わると、服部時計店、松屋や銀座東芝ビルなど多くの商業施設が連合国軍の PX として接収された。 その傍らで銀座の復興も商店主たちの手によって着々と進められ、被災した商店はバラックや露店で営業を再開した。家境、王朝徳による一等近い締めが行われたのもこの時期である。1946年には銀座復興祭が行われ、銀座の復興は軌道に乗り出した。1951年に GHQ の命令により露店は、 廃止になったが、その頃から、接収解除になる建物が増え、銀座は賑わいを取り戻していった。銀座は、明治維新以来の事情から伝統的に、不燃建物が多く、戦災を免れた建物も、比較的、多かったが、復興の過程では戦災を免れた建物もかなり、多くのものが取り壊され、建物の高層化が進み、中央通り沿いの景観は、 建築基準法の百尺規制で建物の高さが揃うまでになっていった。また、1964年の東京オリンピック開催に合わせて東京の都市インフラ整備も急速に進められ、1949年の30軒堀川の埋め立てを皮切りに銀座を取り囲んでいた堀割の埋め立てが行われ、銀座生誕の旧外堀、南端の塩止川、 北端の京橋川を埋め立て、1964年に東京高速道路が完成するなど、掘り割りは道路へと変貌を遂げていった。道路の改良は続いたが、交通量はそれ以上に拡大した。1972年2月からは、コインパーキングメーターが稼働開始。駐車場を確保する苦労は緩和される一方、違反者の撤去は強化された。 そんな銀座であったが、銀座には暗い影が忍び寄りつつあった。上述のように、明治維新以来、銀座の主要な顧客であり、銀座の個性的文化を作ってきたのは、地方から上京して、山手地区に住むホワイトカラー層であったが、関東大震災以降、山手の住宅街は、東京急行電鉄や小田急電鉄、西武鉄道等の沿線住宅開発により、 武蔵野大地を急速に西へ西へと広がっていた。これら電鉄会社は大阪の阪急電鉄に習ってそれぞれの都心側ターミナル駅の繁華街建設を進めており渋谷、新宿、池袋に代表される副都心の鉄道ターミナル繁華街が勃興しつつあったのである。山手線よりはるかに西に住むようになったホワイトカラー層の主力にとって銀座は 遠い繁華街になりつつあった。1964年のみ、雪族、1971年のマクドナルド1号店の開店、1970年の歩行者天国の開始などを最後に、東京の繁華街の文化的中心としての銀座は、山手在住の若者文化の中心としての地位を渋谷や原宿に、 庶民的な要素も含めた総合的な筆頭繁華街としての地位は新宿に奪われることになっていく。1980年代後半にはバブル景気に伴う地下高等の象徴として銀座の天文学的地下が連日報道され高級クラブに代表される夜の街としてのステータスは盤弱ながらも総合的な繁華街としては首都圏における 鉄道沿線文化の色分けに組み込まれていき、銀座は、千葉弁が飛び交う、東京東部の一繁華街に落ち着きつつあった。1990年代後半になると、東京郊外の西への拡張が一段落し、都心再開発のブームが起きて、都心としての銀座が再び脚光を浴びるようになる。銀座の各所で再開発が促され、ヨーロッパの高級ブランド各社も、 銀座の持つブランド性に再び着目するようになった結果、海外の高級ブランド店が中央通りや晴海通りなどに表通りにのを連ねるようになった。他方、都心再開発は遠く遠ざかっていた東京西部郊外の住民を一定程度銀座にも呼び戻すことになった。彼らによって総合的繁華街としての副都心の雰囲気が銀座にも持ち込まれるようになり、 長期不況に伴う小売業態の変化も手伝って、ドラッグストアや飲食店のチェーン店なども開業するようになった。その結果、戦前や高度経済成長期のような独特な高級繁華街としての雰囲気は随分薄くなっていると言える。2010年代になると、中国人観光客による、いわゆる爆買いに代表される外国人観光客が目立つようになった。 それに合わせ外国人向け免税店や既存の店舗の中に外国人向け免税コーナーや免税手続き所を設ける店舗が多くなっている。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1908年には27,689人が暮らしていたが関東大震災や戦争を機に 郊外流出が進み、1955年に15,582人にまで減少した。さらに高度経済成長期には人口減少に白車がかかり、1970年の人口は6,257人、1998年は2,963人にまで減少したが、それ以降は都心回帰に伴う投資マンションの建設ラッシュによって、多少は、 増加に転じているもののそれらマンションの実態は事務所使用が著しく多い。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。和光本館銀座の建物は戦後復興の1960年代までに建設されたものが多く、当時の建築基準法により高さ31メートルに制限され統一された景観を形成してきた。しかし、 老朽化した建物の建て替えに際して、多くの建物が、容石立制度の導入される1964年、以前に建設されたものであることから、建て替え前よりも小さい規模での建設を余儀なくされる、ことや、建物の構想化により統一した景観が阻害される、ことを懸念した地元と、中央区が協議し、1998年に、地区計画、銀座ルールが制定された。 ルールでは、道路幅に応じて高さ13から56メートルにまで制限し、溶石率も基準を800%、最大でも1100%とし、開発に大幅な制限をした。しかし、2002年に都市再生特別措置法の緊急整備地域に指定されたために、溶石率が大幅に緩和され、銀座においても再開発による、 建物の高層化の機運が高まることとなった。これとは別に、2005年に都市計画法の特定外区制度を活用して、銀座八丁目に121メートルの銀座三井ビルディングが建設された。この流れを受けて、2004年に地元企業は市政同名誉会長の福原義春を代表とする銀座町づくり会議を発足させた。その中で松坂屋が、 森ビルと共同で、松坂や銀座店と隣の外区を合わせて、大規模な再開発をする計画が浮上。また、ほぼ同時期に、歌舞伎座でも建て直しに伴う一部構想化の計画が発覚し、再び、銀座ルールの見直しがされることとなった。2006年に施行された新ルールでは、昭和通りより、西の銀座中心部では、一切の例外を禁止して、 建物の高さを56メートルに抑え、今まで規定のなかった屋上広告についても最大で10メートルまでとした。一方で、昭和通りより東では、区長が文化等の維持、継承に寄与する大規模開発と判断した場合に、限って56メートルを超える建物の建設が許可されることになり、歌舞伎座の再開発は認められた。 また建物の建設に際して建築確認の前に銀座町づくり会議が選出した学者や地元商店主らによって構成された銀座デザイン協議会と建物のデザインや用途などについて協議することを求めている。三愛ドリームセンター銀座のシンボルとされているのが柳である。また銀座四丁目交差点に立つ和光本館の時計台と三愛ドリームセンターは 完成時より銀座のランドマーク的存在である。銀座の柳銀座発祥の地、境から移住してきた銀座区職人が故郷を懐かしんで移植したのが起源とされる。現在では中央区の木にも指定されている。1874年に日本初の街路樹として桜、松、楓が銀座通りに植樹されたが、 埋め立て地である銀座の土地が水分の多いことから根腐されを起こしてしまい、1877年に湿地に生育する柳に植え替えられた。1921年には、車道の拡幅に伴い銀乱へと植え替えられたものの、銀座の柳に対する思いは強く、1929年に発表された西上八十作詞の東京行新局でも、 銀座の柳を懐かしむが登場する。1932年に朝日新聞社の寄贈で銀座通りに柳が復活し、同年4月には第一回流祭りが開催された。その後も東京ラプソディや東京音頭で歌われるなど、柳は銀座のシンボルとして定着していった。しかし、 1968年に銀座通りの共同高校事のために柳は伐採され、東京都日野市の建設障害路樹病保に移植された。その柳もどんどん枯れていき、1984年には3本しか残っていなかった。それを知った地元商店主が柳の枝を譲り受けて、挿し木を行い、自宅の庭などで育てたものを銀座をはじめ、 全国各地に食事を行った。銀座に柳を復活させる運動は続いており、現在では、外堀通りや、銀座柳通り、五門通りに、柳が植えられている。また、外堀通りでは2006年から毎年5月5日に、銀座柳祭りが開催されている。東京都心部に位置する銀座は、明治時代より、商業の中心地として、 日本でも有数の繁華街を形成している。商業地域は銀座通り沿いの地域を軸とした銀座の西部、特に晴海通りと交わる銀座4丁目交差点の周辺を中心としている。また、7丁目や8丁目周辺は高級クラブや飲食店などが立ち並んでいる。一方で、東銀座地域は企業の社屋などが立ち並ぶオフィス街となっており、 新橋演武場のある6丁目から8丁目にかけては、新橋の花町が形成されている。銀座三越銀座は、東京の中心的な商業地の一つであり、有楽町エリアを合わせた2002年の、年間商品販売額は4088億2100万円で、東京都内では、新宿駅東口地域に次ぐ規模である。明治時代に舶来品などが並んだ銀座は、 高級商店街として発展してきた。昭和初期のデパート進出などにより、銀座は東京随一の盛り場としての地位を確実なものにして、いくが業態は少しずつ変化していった。従来は高級婦人服食店といえば、銀座関根、銀座マギー、マミーナ、マミーナ、小松ストア、銀座ダイアナ、サガイ、創作用品店。 日本初のセレクトショップである三本山などが代表だったが1990年代のバブル崩壊以後は海外の有名ブランドが続々と機関店を銀座に構えたその一方でカラオケ店ブランド品買取専門の質店などといった大衆的な業種のチェーン店化が活発になっていく松屋銀座店銀座は老舗の集積地でもあり松屋 三越の他にも、隣接する有楽町に、ルミネ、半球メンズ東京が立ち並ぶ。しかし、有楽町駅再開発、一億、総中流社会解体によって、有楽町祖号は2000年、有楽町西部は2010年、有楽町半球は2011年、松坂屋は2013年、プランタン銀座は2016年に閉店しており、銀座、 遊楽町エリアの百貨店は7店から2店にまで急減している。銀座というと百貨店というイメージを持つ人も多いが、実際はエリアごとの百貨店売上高では、新宿や日本橋の方が多い。1966年にはソニーがソニービルを建設するのを皮切りに、家電メーカーがオーディオ製品を中心にしたショールームを銀座に相次いで開設した。また、 日産自動車も銀座ギャラリーを開設した。新築されて2016年にオープンした東急プラザ、銀座や銀座プレイス、2017年にオープンした銀座6、改装されて2015年にリニューアルオープンしたイグジットメルサなどの大型の複合商業施設が数多く並ぶ。かつて銀座にマスメディアの集中が見られた時期があった。 明治時代、銀座レンガ街の建設に伴い、丸の内や日本橋に近い銀座に、多くの新聞社が集中した。一時期は、東京日日新聞、東京朝日新聞、読売新聞や国民新聞などといった、新聞社のほとんどが銀座に集中し、それに伴って印刷業や広告代理店なども集中した時期もあった。しかし、関東大震災により、 東京在来の新聞社が壊滅的打撃を受けると、読売が大手町へ移転するなど銀座への集中も途絶えることとなった。現在は、隣接する築地に、朝日新聞東京本社が、隣接する潮止に日本テレビがそれぞれ社屋を構えていることが目立つくらいである。また、日本電報通信社が銀座電通通りとも言うに設立されたことにより、 広告原稿の受け渡しの利便性から地方新聞社の多くが銀座周辺に東京市局を構えた。このことから現在でも地方のテレビ局、ラジオ局などのうち比較的小規模なものを中心に銀座に市局や市社を構えるところが少なからず存在する。出版社や大手出版取り次ぎ店をはじめとする印刷出版業に関しては 東京における集中地区は主要な大学にほど近い本郷をはじめとする文京区内や千代田区神田神保町周辺を含む皇居の北側のエリアに一大中心地があり銀座は中心地とは言えないしかし前述したような事情から明治時代から社屋を構える教文館や実業の日本社など古い出版社には銀座に本社を残しているところも残存する 理工本社が入居していた銀座三井ビルディング。現在、アイドリームセンターに同社のフォトギャラリーがある。明治時代、レンガ街建設や横浜と新橋を結ぶ鉄道の開業、また、築地鉄砲スに外国人居留地があったために舶来品の往来が盛んとなった銀座にはそれらの品を扱う商店が軒を連ね、銀座は西洋文化の発信地として、 日本文化の近代化に大きな役割を果たした。レンガ亭食においても、銀座は西洋の味覚を紹介する場となった。1871年、文映堂が終わり町にて創業し、安パンの販売を始めた。また、1895年には洋食屋のレンガ亭が開業した。銀座で調剤薬局を営んでいた。資生堂は1902年、店舗内に、 ソーダファウンテンを併設し、ソーダ水やアイスクリームを売り出した。他にも、1897年に開業した銀座線引き屋は輸入果物の販売や日本初のフルーツパーラーを開業するなど銀座には様々な食文化が流入した。1911年3月、パリのカフェを模したカフェプランタンが開店し、作家や画家などの文化人の社交場となった。 その後もカフェライオンやカフェパウリスタなどが続々と開店し学生なども出入りするようになり分断の議論が盛んに行われたしかし関東大震災を境に関西資本のカフェが進出しカフェは女給による濃厚なサービスを行う場に変貌していった昭和初期にはエログロナンセンスの流行とともに大衆化続化し カフェは全盛を極めることとなった。また、この頃に、関西の料亭の進出も、相次いだ。戦後、銀座は徐々に、世界各国の高級料理店が進出し、代表的なフランス料理店のレカン、マキシム・ド・パリや高級クラブなどが林立する街として、認知されるようになっていく。1980年代後半に差し掛かると、それまでとは、 比較にならない勢いで世界の一流レストランが上がって出店する一方、外食フランチャイズも盛んになる。まず1970年にダンキンドーナツ、ついで1971年にマクドナルドの1号店が銀座に開店。1990年代後半にはスターバックスコーヒーやタリーズコーヒーが相次いで進出し、その後も サンマルクカフェや銀座4丁目交差点で、銀座和光と並ぶランドマーク的な存在であるサンア愛、ドリームセンター内に、ルカフェドトールの1号店が開店。銀座は戦前とは異なる形態のカフェ激戦地となり、カフェブームを全国へ広げる舞台として躍進する。アルマーニ銀座タワー服飾文化においても、銀座は西洋ファッションを紹介する場となった。その中で、 資生堂は化粧品を扱うなど、ファッション文化の発展に大きく貢献する。関東大震災後の大正末期から、昭和初期にかけては、モボモガと呼ばれる、当時の世界的流行である、アールデコの影響を色濃く受けた若者たちが現れた。1964年に並木通りや、三行通り周辺で、三行族と呼ばれる若者が出現した。男性は流行していた。 アイビールックかコンチネンタルルック女性はロングスカートのバッグにとも切れのリボンベルトを結び二つに折ったハンカチーフを頭にかぶるというスタイルで手には流行を先導した VAN や純の紙袋かコーヒー豆の麻袋を持つというスタイルだったしかし同年に開催される東京オリンピックを前に 風紀の乱れを懸念した警察によって一斉取り締まりが行われ、みゆき族は一夏で姿を消す。1990年代後半からは海外ブランドの進出が活発になり、並木通りを中心として次第に晴海通り、銀座通りへと多くの海外高級ブランド店が進出。しかし、2008年9月にアメリカで起きたリーマンショックを発しとする。 バブル崩壊と経済危機の煽りで海外ブランドの閉鎖が相次ぎ2割ほどが撤退すると予想された。近年ではプランタン銀座とマロニエゲートの間を南北に走る銀座マロニエ通りにカルティエ、シャネル、ルイ・ヴィトン、ブルガリー等のラグジュアリーブランドが軒を連ねている。最近ではユニクロやフォーエバー21等のファストファッション専門店が進出し様変わりしている。 2017年に、松坂屋銀座店の跡地を含む銀座6丁目10番外区、隣接する銀座6丁目11番外区の2つの外区約1.4ヘクタールが、銀座6としてオープンし、盛況である。1900年代から1920年代前半にかけて、歌舞伎座や東京宝塚劇場など、銀座、遊楽町周辺には、多くの劇場が開場した。 1950年代以後は、カントリーミュージックや、ジャズなどを、バンドの生演奏で楽しむ、ジャズ喫茶の開店が、相次ぎ、1960年代に入ると、銀座アク部が盛況を博し、シャンソン喫茶、銀、パリは、多くのシャンソン歌手を生んだ。しかし、1970年頃より、新宿やお茶の水などへ、音楽の拠点は移っていった。 劇場や映画館は1970年代までと比べ減少したが現在ではコンサートホールなどの文化施設が多く存在している。特徴的なのはヤマハホールや王子ホールといった企業の文化支援活動の一つとして開いているものが多いことである。また、画廊は全国の4分の1が銀座に集約しているとされる。 主な文化施設一覧歌舞伎座銀座へは地下鉄とバス網が整備されており、また JR の有楽町駅、新橋駅からも徒歩県内にある。このため、1998年に行われた銀座への交通手段に関するアンケート調査では、地下鉄利用者が半数以上を占め、JR の利用者も3割以上だったことから、大半が鉄道を利用して、 銀座へ来ていることが分かった。晴海通り、銀座、夜晴海通りや中央通り、昭和通りなどの大通りが縦貫し、これらの通りでは自動車の交通量が多いことにより渋滞が深刻化している。銀座全域が首都高速道路に囲まれた形になっており、直に利用する以外にも目印等の用途がある。道路首都高速道路。 出入口銀座駅1882年に東京馬車鉄道が新橋日本橋間で開業した。1903年馬車鉄道は東京電車鉄道と名を変え電化し、同年にはすきや橋、神田橋間に東京市街鉄道が開業した。これらの鉄道路線は後に東京市電として公営化し、路線、系統の拡大がされた。 1934年には東京地下鉄道によって付設された地下鉄が銀座まで延伸した。1950年代より地下鉄整備が着々進められ、西銀座行きの丸の内線が開業したことを機に整備されていく。その一方で自動車の増加により都電は徐々に撤去されていった。東京地下鉄東京都交通局歌舞伎座2015年。 ゲームセンターの類がなく、家電量販店、カラオケボックスパチンコ店、ファーストフード店は、他の繁華街に比較して少ない。それらの店は、隣の有楽町や、新橋などに集中している。法人については、本店、機関店内し路面店、あるいはそれに準ずるもののみ掲載。日本映画の黎明期から、黄金期となる戦後混乱期から高度 経済成長期まで東京を代表する街として頻繁に銀座が登場。歌謡曲でも銀座を歌った歌が数多く、東京更新曲や東京温度などといった東京の歌の歌詞にも銀座が登場する。ありがとうございます。